はい、どうも、サオでございます。ということで、今日はアプデ情報を引くべきか、アスピードケロンの、攻略になってます。好きなところね、飛ばしてください。まず、今言った順番でやります。アプデ情報はまずですね、ゲリラ武器レベル超強化に、超級が追加、武器強化のクエスト、曜日クエストのクリア報酬リセットですね。大きなところは。で、あとはこのガチャと、まあ、攻略じゃない。ガチャとクエストが来た感じですけれども、このゴージャスのね、ジャスゴパイセンが来ましたね。これ衣装と、ま、2回クリアするとね、15個ずつ石もらえるんで、まあ、それだけ回収するだけでもいいと思うんですけど、まあ、これは別に攻略ない。ワンパンするだけのやつです。はい。で、アスピドケロンが、攻略になってまして、エルトシリーズがガチャになってます。じゃ、まず、引くべきか行きましょう。まず、期間中1回のみ、解消石1個で10連してます。見ていきましょう。引くべきですね。でも今回は結構簡単かつちょっと要素が多いんでささっと解説する感じになります。こちら ALD ですね。で ALD ブレイカー、これ間違いなく今回のアタッカー武器、まあ、前回はねバフ武器だったんですけど、今回はね物理アップ付与の 7.9 秒ついた特大ダメージの武器になってます。しかも1列だから、まあ、今回の敵2体ずつ出て1体がシールド持ってるんで、まあ、同時に攻撃できる。いいっすね。当たり、まあ、L でシールド。これヘイト最強武器来ちゃったし、物理防御力依存の物理ダメージっていうね新しいやつ来ましたね。物理防御上げれば攻撃の威力が上がると、まあ、これもかなり当たりですね。てか必須なんじゃないかな。うん、ブロンズシリーズとの上位互換かな。この二つに分かれてる理由分かる人いたら下に書いてください。ちょっと分かんないですね。上昇倍率アップ付与が。聖道士の攻撃武器ですね、これ。で、予回復アップ付与。うん、いいんじゃないかなって思うけど、ちょっと前に上がるのがちょっとね、後ろを下がってくれる武器だったらめっちゃ強かったと思うんだけど、まあまあ、これもね、予回復アップ付与ついてるし、まあ、サブ攻撃武器になるんで、まあ、今回は入れておいてもいいかなっていう。まあ、必須じゃないよね。多分、このアップ、回復量アップも多分重複すると思うんですけど、15秒。うん、まあ、必須ではないけど、かなりあったら入れたい、みたいな。まあ、属性1個しかないですからね。そこはわかんないですけど。はい、次。また複合、融合ダメージですね。エールでアーチ、弓武器になってます。で、回避率ダウン付与。5% 25秒。うん、まあ、これちょっと、使いにくさあるけど、まあ、サブ火力武器ですね。まあ、あったら入れとくぐらいの武器です。次。はい。エールデピース。ピースだよね。はい。特大。うん、いいね。魔法特大の、魔法非ダメージアップ付与 30%、7.9 秒。自分に回避率アップ付与 5%、25秒。うん、また使いやすいんじゃない？すごい使いやすいよね。ただ、今回の、まあ、これざって見てわかると思うんですけど、まあ、必須かなっていう。まあ、他にね、これ超強いと思うけど、ブロンズシリーズあるんで、まあ、必須ではないけど強い武器っていう、この、なんか、なんだろうな、微妙っていう表現はふさわしくないですけど、うん。なくても困ることはないけど、あったらめっちゃ強いぞ、みたいな感じなんで、今回は全部、引いていいんじゃないかな。課金するまではないけど、無料分では引いていいぞっていうガチャになってます。はい。で、ちょっと魔道具見ていきましょう。これ物理全体ダメージ大。これ別にいらないかな。はい。気鉱石かな。これすごいよね。効果の量が。ね、自分に回避ダウン不要が。あ、これデバフなんだ。ヒット時敵単体に魔法非ダメージアップ不要。物理非ダメージアップ不要 10% 25秒。うん。まあ、使いやすいかな。特大ダメージもあるしね。単体に物理。うん、これも結構当たりで、土属性の、土でね、地か。地属性の時に、まあ、属性揃えのために入れておける武器かな。サブ武器かな。うん。まあ、必須なのかな。あったらいいなって感じだね。今回は。はい。まあ、まあ、そうして引くべきではありますので、まあ、何個かね。弾けると思います。今回のクエストでも。2回は弾けるかな。今回は、クリティカルアップかな、うん、かなっていうか、クリティカルアップですね。うん、これはね、物理攻撃アッ
ップを出し惜しみしてクリティカルアップにしてるっていう説はありますが、まあ、攻撃色だったりする人は、まあ、前回魔導士のね防具が来てしまったので剣術しか攻撃寄りの休日の人用の防具なのかなって思ってるんですけど、これ次物理アップ来るよなって思うとあんまり集める意欲は湧かないかなっていうのが正直あります。まあ、それ以外の使い道あったりするって人はちょっとコメントでね指摘してほしいんですけど、まあ、なんか無理して集める必要ないよね今回もって思いました。ただクエスト自体はね結構楽しいクエストになってます。敵が4体出ますね、レベル3だと。で、五術師がいると非常に攻略楽になる。何も考えずに、五術師の人はね、脳みそ使ってやってもらうんですけど、まあ、他の人は意外と脳みそ使わないでね、クリアできるのかもしれません。ということで、まあ前回同様、結構ね、周りの魔導士がね、結構攻撃力高くなってきてるので、まあそれをサポートする要因、まあ剣術も魔導士と同じ動きしてくれればいいと思います。で、敵がね、いっぱいいるので、五術師の人は、まずヘイト上昇使ってから全体を攻撃を打つんですが、意外となぜかヘイト取りにくいようになってるのかな。これちょっとね、まあシールド持ってるんで、前の人が人じゃない前の敵がシールド持ってるんで、まあそれもあってか後ろのヘイトが結構取りづらいのと、まあこのエーデルトライアド結構ダメージ出る。だってこれ地属性染めしてないのに1万5000円ぐらい出ますね、50紙なのに。あ、ちょっと前のヘイトが外れてちょっと喋りたいんだ。で、前を倒しながら、最終的に、中盤の目標か、中盤の目標はね、まずザリアを倒すことです。こいつが、3万1000ぐらいの回復スキルを持ってます。なので、魔導士の人は頑張って前を倒してもらう、剣術の人は前を倒してもらって、ザリアを倒さないといけないんですが、結構ザリアが残っている。ザリアのヘイト取んなくてもいいかな。でも別に、まあザリア倒しましたと。まあ本当にね上がってますよね、弓じゃない魔導士の人の火力が。だこっちも結構楽になるっていう感じはある。出ますねダメージでも。はい、美味しそうがこれバフなんで、攻撃上昇バフですね。その後全体攻撃来る場合は、それに備えて後ろに下がってください。全体攻撃なんでね、今回は。多分列攻撃じゃないんで、まあ、防ぎようは別にないんで、後ろに回っていただくと。で、美味しそうの後に、なんだろう、いただきますか。あれめちゃくちゃ攻撃力高いので、50子が引きつけて、しのぐっていう形になりますね。あとはボコ殴りするだけですね、これ実際。ヘイト管理できてれば、こういうシーが。はい、こういう風に、非常に簡単かなと思います。美味しそうも食らわなかったですね。いただきます、美味しそうをご自身が受ける。他の人はちゃんと下がるっていうのをね、意識すれば、今回は簡単にクリアできると思います。3万ぐらいでもね、もう他がね、やっぱ強くなってきてるんでね、その恩恵にあやかってしまっていいと思います。強い人は多分オートでやってるので、別にそこに争いは生まれないかなって思います。クリティカルアップ防具なので、まあ、欲しい方、回ってみるといいでしょうということで、今回の動画は以上です。お疲れ様でした。